決して老いることのない潜在意識。あなたの肉体そのものは衰退しても、潜在意識の働きは決して衰えることはありません。年を取るごとに恐怖を感じるのは、あなたを実際の年齢より老けさせる原因となります。年に対してノイローゼになるのはやめましょう。年齢とは、単なる年月の過ぎ去った数ではなく、人の心の知識と経験の数を意味します。大器晩成という言葉の意味を吟味し理解してください。何も若いから成功するとは限らないのです。年を重ねることに喜びを感じなさい。それは一歩ずつ完全体へ近づいていることなのですから。宇宙は無限です。私たちの理解できる範囲をはるかに超えた神秘と可能性がそこにあります。それは永遠の力を持ち不滅です。そして私たち自身も同じ永遠の力を持っています。なぜなら私たちの生命は宇宙意識の一部だからです。私たちは肉体組織や内臓などを目で見、またそれらが動いているところも見ることができます。そしてそこに生命を感じるでしょう。しかし私たちの心から生まれてくる思考を感じることはできても見ることはできません。あなたが心を傷つけられた時、刃物で刺されたような痛みを胸に感じるでしょう。嬉しい時、体の側からワクワクするエネルギーを感じるでしょう。眠っている時、夢を見たり、いろんなことをイメージしたりします。それは精神です。しかし、私たちはその精神のどれも何一つ目で見ることができません。なのに、私たちは精神の存在を知っています。これが生きているということなのです。年とともにあなたの体が衰えていくのは、自然があなたの精神は不滅であることを知らせるためにそうしているのです。あなたは無限なる生命へと近づいていっていることを忘れないでください。あなたが年齢を数え出した時、まず考えてください。何のために年齢を数えているのかを。信念や確信は衰えるものではないことを知った上でそうしているのでしょうか。あなたの年齢はあなた自身が決めているのです。あなたの柔軟な思考や健康な体はすべてあなたの思った通りのものです。あなたがいかに強く自分の中の若さを感じているかが表面に現れてくるものです。常に新しいものを受け入れ、柔軟であり続けることです。年齢は知識と経験という財産です。この財産だけは一朝一夕で手に入れることはできません。あなたは白髪を恥じることはありません。あなた自身が財産なのだと悟ってください。食事療法や運動が若さを保つ秘訣とは限りません。その時のあなたの考え方が問題です。偉人と呼ばれる多くの人が80歳を過ぎた高齢となって最高の仕事をしています。社会の決めた年齢制限などにこだわることはありません。あなたがあなたらしく考えるままに思ったように生きることが大切なのです。決して夢や希望を捨てるようなことはしないでください。遅すぎることなどないのですから。普遍であるもの、それは愛と喜びと平和、善良さなどです。しかもこれらは年を経るごとに深くなるものです。あなたは永遠です。あなたは宇宙と一体です。可能性と無限の力を持ったまさに神の子です。自分を信じてください。信じるという実に簡単なことがあなたの内なる力を引き出します。